眼科医の平松です。今日は10秒でできるあなたの目のくすみのチェックについてお話しようと思います。10秒でできますんで、一緒にまずやってみてください。軽く目を開けていただいて、まず軽くまばたきしてください。そして10数えますんで、その間まばたきをしないで我慢してください。ただ無理に我慢するんではなくて、したくなったらするってぐらいで、何秒あなたがまばたきを我慢できたかっていうのをやってみていただければと思います。じゃあ軽くまばたきしていただいて、目を開けていただいてスタートします。せーの、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ありがとうございます。もしあなたが10秒まばたきを我慢できなかったら、それは結構問題です。20秒から10秒の間だったら、まあ黄色信号ぐらいだと思ってください。20秒以上我慢できた方は、まあいいなっていうふうに思ってください。これ何を調べているかっていうと、10秒まばたきを我慢できなかった人っていうのは、涙の質が悪いんですね。涙の質ってどういうことっていうと、我々っていうのはまばたきをしてるとき涙を分泌しています。そして涙の膜が1枚張ることで目を綺麗に保っているんです。普通の皮膚あって体というのは守られていますけど、目というのは透明な組織なんですね。だからこそ透明な皮膚として涙が守ってくれている現状です。一方で涙の質が悪い人っていうのは、瞬きして開けて、この保ってしっかりと目を守ってくれなくて、すぐ乾いちゃうんですよ。そうすると風が吹いただけでも傷がついたりしますし、涙が一面綺麗に張ってないと目の輝きが失われやすいって言われてます。よく少女漫画とかで涙、あとは目のキラキラっていう感じの絵描くじゃないですか。あんな感じで、ある研究では光を当ててみると、目の涙の質がいい人、悪い人を見てみると、輝きが悪い人の方がやっぱり少なくなってくるっていうふうに分かっています。だからこそ、この涙の質を良くしてあげることが、目をきれいに保ってくれるってことが言えるんですね。そのためには、じゃあどうすればいいのかっていうことになってきます。そのくすみの原因としては、まあ涙の質が悪いわけ。まあこれはドライアイの一種で、まあ涙液分泌現象型とか、まあ、いろんな言い方があるんですけど、今回は涙の質の方ですね。涙液層安定が悪いとかって言うんですけど、まあ、要は、涙って水だけでできてるわけじゃないんですよ。水とか油とか、ムチンとかって言われる、こう安定性を保つものがあるんです。ムチンっていうのは、よくネバネバしたもの、オクラとか、ああいうのに含まれているのをムチンというわけですけど、まあ、それに同じような成分が涙から分泌されて、そして保ってくれるわけなんですね。まあ、オクラとか食べたからね、それで分泌されるわけではあんまないんですけれども。もう一つが油です。まぶたの目の縁のところ、鏡を見ていただけると、目の縁が、点々点々ってなってるところがあるんですよ。そこから油が分泌されてきます。この油の分泌がいいと、水の表面に油が一枚張ってくれるので、簡単に乾かないんです。でも、もしあなたがちょっと冷え性気味だとか、アレルギーがあって目の炎症があるとか、そういう状態だと、この油の分泌がおかしくなっちゃうんですね。すると、油がなくただの水だけになるので、パパッと乾いてしまうということがあります。アレルギーとか目に炎症がある場合は、その炎症の治療が必要ですし、油が詰まっちゃってるタイプの人もいるので、まあ、そうすると、そこを押し出してあげたりとかする治療も必要だったりします。そして一番多いのは目の冷え性、目の周りの血流が悪いんですね。そういう場合は目の周りを温めてあげることで血流を良くして油分を出してあげるということが必要になってきます。こういう風にするのが重要ですが、さらには3つの根が重要だと言っています。3つの根とは何かっていうと、エアコン、パソコン、コンタクト。これが
目の涙の状態を悪くしてしまいます。エアコンというのは、温めたりとか、冷たくしたりとか、そういうふうに空気の状態を変えてくれるものです。確かに、すごく便利な生活にはいいんですが、エアコンによって湿度が下がり、乾燥を招いてしまうことがあります。なので、エアコンを使っているときはきっちり湿度をチェックして、そして加湿器をつけたりとか気をつけた方がいいです。また、湿度計の場合は下に置くんではなくて、目線の高さ、つまり高めのところに置いていただかないと、低いところは湿度があるけど、高いところは乾燥してるってこともあるので、そこは注意していただけるといいかなっていうふうに思います。二つ目がパソコン。これスマホも含むですね。人間って、ぼーっとしてると1分間にだいたい20回ぐらい瞬きします。本を読んだりしてるときがだいたい12回とか、そんなもんですかね。パソコンとかしてるときは7回ぐらい。つまり、ぼーっとしてるときの3分の1とか、そのぐらいに瞬きの回数が減っちゃうんです。それによって涙の安定性も減ってしまって、より乾燥しやすくなるので、パソコンとかスマホとかを使う場合は、瞬き忘れてないかなって意識的に瞬きしてください。なぜ人間が瞬きを少なくしてしまうかっていうと、一生懸命見ようと脳が勝手に考えてくれるんですね。我々は、一生懸命見ようとそんなに思ってないと思うんですよ。僕の YouTube 見たりするのはぼーっと見てるかもしれないけど、頭としてはなんだこれは点滅している映像だからしっかり見なきゃなと判断して勝手に瞬き減らすんですよ。なので結構どうでもいい動画見てたり結構どうでもいい映画見てたりしても同じように瞬き減ってしまうと思っていただければと思います。そして三つ目、コンタクト。コンタクトはコンタクト自体が水分を吸収してしまうという部分もあるし、コンタクトがあることによって涙の状態を保ちにくくなるという問題もあるので、コンタクトはできる限り短い時間にしていただく。特に多いのが帰ってきて、お家に着いて、お風呂、ね、入って、メイク落として、いろんなことして、もろもろして寝る前にコンタクト外すって人がいるんですよ。これはやめていただいて、お家に帰ってきたら、もう手を洗って、もうさっさとコンタクトを取ると。そういう風にしていただいた方が、目にとっては優しいので、そういう風に注意をしていただければと思います。また、目薬をこまめにするっていうことも結構重要です。その時に、防腐剤が含まれた目薬っていうよりは含まれてない目薬の方がいいので、ちょっとそういうのを選んでいただけるといいかなと思います。実際に、おすすめの市販の目薬っていう動画もあるので、ちょっとそっちを見ていただけると、あ、この目薬の方がいいのかなって分かっていただけると思うので、実際商品名とかもねお話してるので、それを見ていただけるといいかなって思います。今回今お話したのは涙の問題だけだけど、それ以外に見た目を変えてしまうものとして、白目が黄色くなったり茶色くなったり、こんな感じのくすみが出てくることがあります。赤ちゃんの時は皆さん白目は青から白、透明で透き通るような目をしてます。ただ年を重ねるごとにここが多少変性、変化、濁りが出てきてしまいます。理由その1は紫外線です。紫外線によって目にダメージを受けてシミとかできてしまいます。だからこそなるべく子供の頃はいらないんですけど、大人になったらサングラスとか、そういうのをしていただくとか、こういうメガネでもね、紫外線カット入ってるものもあるので使っていただいた方が目の色は綺麗に保ちやすいです。さらには物理的な刺激、つまり擦るとかコンタクトとか、やっぱりそれもゴツゴツして悪い影響を及ぼしてしまいます。なので目は擦らないようにするとか、コンタクトも短い時間にしたりとか、コンタクト使ってる時に目薬してゴツゴツ当たらないように気をつけるとか、そういうのはしていただけるといいと思います。また、やっぱり栄養状態が悪いと良くないです。特に脂質、油分が多かったりすると、このくすみとか出やすいので気をつけていただけるといいかなっていうふうに思います。今日は目の綺麗な状態を保つためのチェック、10秒。瞬きが我慢できるかどうか、その原因としては涙の質が原因であると。その中でも3つのコン、エアコン、パソコン、コンタクトは重要ですよ。さらにはまぶたを温めてあげたりとか、アレルギーとかあるんだったら治療したりとか重要ですと。
さらに白目をきれいにするにはきっちりと目の状態を保ってあげる、紫外線から守ってあげる、目をこすったり物理刺激を避けるというのに注意していただけるといいと思います。こんな感じで目の健康情報、体の健康情報いろいろアップしていきますので、よろしければチャンネル登録、ベルマーク押していただければと思います。よろしくお願いします。